オリオールズ3対1エンゼルス17日ボルティモアエンゼルスが初回から守備のミスを連発しオリオールズに連敗を喫した3番 DH で先発出場した大谷翔平投手は4打数無安打で2試合連続ノーヒットに終わった初回から2塁と右翼のお見合いで初安打を許したエンゼルス2回は先頭打者が放った左翼戦への飛球に対してボードがダイビングキャッチを試みるも 好一して三塁打に。地球を挟んでウルシェラがファンブルして虫満塁とピンチを拡大した。このピンチは辛くも無失点で切り抜けたが、ミスの連鎖は止まらない。3回はバッテリーミスが絡んで走者を得点圏に進めて先制的自打を浴びると、トラウトの同点ソロで試合を振り出しに戻した直後の4回は、虫一塁から鮮やかな4を独自んの併殺を決めたかに思われたが、 一塁タイスがベースを踏み忘れて走者を残してしまった。ここからピンチを広げて勝ち越しの1点を奪われると、以降は打線も沈黙。オリオールズ先発のグラディッシュは18年ドラフト4巡目でエンゼルスに入団した右腕で、19年12月にトレードで移籍していた。95マイルオーバーのカットボールにエンゼルス打線は手を焼き、得点はトラウトのアーチによる1点に終わった。 エンゼルスは痛い連敗で勝率5割に逆戻り。アリーグ西地区首位のレンジャーズとは5ゲームさえ開いた。